お茶、えちゃんでーす。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、新しいイベントのやつをね、やろうかなということで、やっていきましょう。はい、こちらの超次元ゲートをやっていこうかなと思います。はい、ということで、超次元ゲートとはって、まあ、あるんですけど、まあ、このフリーザをね、今回はフリーザなんですけど、これを倒して、総ダメージで、グレート、SS グレート、S グレート、A グレート、B グレート、C グレート、みたいな、順位をつける、まあ、タップゲーですね。はい。今回はこちらをやっていこうかなと思います。で、今、最高ダメージが、まあ、B グレートの、こんな感じですね。これが、昨日、僕がやった時のやつです。そっから、今回、使っていくキャラがゴテンクスなんですけど、ゴテンクスにプラス4振りました。どのぐらいこれでね、伸びるのかやっていこうかなと思います。でパーティーの編成についてはですね、異次元ボスの異次元じゃない超次元ボスの、情報を見て、集めるのがいいのかなと思います。今回のだとこちらのキャラを編成すると、戦闘力がまあ5倍上がるということで、ライデンね。ライデンは今でも手に入れることができます。で、これも一応イベントさんですね。多分持ってる人はいるんかな？多いと思いますので。まあ育成しましょうみたいな感じですね。で、ちょっと前にいたイブ。こちらもね、結構持ってる人多いかもしれないので。まあ、この辺も育成みたいな感じですかね。あと、無課金のキャラだと多分これかな。今、入手不可って書いてあるね。ん？期間限定で入手可能。ああ、なるほど。これも、まあ、できたら入れた方がいいよ、みたいな感じですね。今回はちょっと入れないでやっていこうかなと思います。ボーナスは、まあ、友情技の、持ってるキャラを入れてくださいね、みたいな感じですね。はい、ということで、やっていきましょう。タップゲーなんで、雑音がちょっと入っちゃうかもしれませんが、まあちょっとやっていきたいと思います。はい、戦闘力は5万です。さあ、今回赤からね、つなげていきます。赤の右上あたりからね、行こうかな。お、ねずこ。では、参ります。3、2、1。スタート。溜まったらすぐバースト。もうあとは適当にガー押して、あー惜しい。あ、でも溜まったから、いけるね。さあ、これでどのぐらい出るか。いけ！あんま変わんねえ。昨日より多分タップしたはずなんですけどね。え、いけ。いや、むしろ下がってる。はい、ということで、こんな感じでございました。ちょっとね、プラス4振ったんですけど、プラス4じゃあまり変わらず、むしろね、ダメージが下がってしまいました。なんてでしょうね。まあ、こんな感じでございます。はい、ということで、今回は、ここまでで終わりにしたいと思います。ここまで見ていただき、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね。